今回のロシアによるウクライナ侵攻作戦で、ロシア空挺軍の中でも長い歴史を持つ第7親衛空挺師団の師団長で、ウクライナ侵攻作戦では、第41合同軍の副司令官も兼任していたアンドレイ・スホベツキー少将が2月28日に戦死されました。少将の戦死は、ロシア紙プラウダでも報じられており、プーチン大統領も国内向けの演説で、少将の戦死を確認したと発表しました。今ご覧いただいている映像は、少将が大佐の頃にインタビューを受けている動画です。戦死された詳しい場所や、戦死した状況は公表されておりませんが、ウクライナの狙撃兵に狙撃されたと、アメリカなどの複数のメディアで報道されておりますが、狙撃による戦死かどうかは今のところ不明です。将官が戦場で戦死することは、現代では非常に稀です。そして、このニュースがまだ流れている最中の3月8日に、ウクライナ軍が、同じくロシア軍、第41合同軍の第1副司令官のビタリー・ゲラシモフ少将をハリコフ付近で殺害したと発表しました。ニューズウィークが報じており、殺害した日は3月7日とされていますが、この情報に関してはロシア側の発表はなく、ウクライナ側のみの情報となります。ビタリー・ゲラシモフ少将を調べてみると、スタッフという文字が英語の資料に見受けられましたので、第一副司令官というよりは、第一参謀という肩書きが正しいようです。第41合同軍司令部、第一参謀、ビタリー・ゲラシモフ少将です。参謀長に続く地位にある方でしょう。通常は、司令官、副司令官が指揮を取り、参謀長を筆頭とする参謀がそれを補佐します。多数いる参謀の中で、参謀長の次の地位にいるのが第一参謀です。第41合同軍は、ウクライナの北部及び東部から侵攻する部隊を指揮統制する部隊で、ロシア国防省旗下の陸軍、空挺軍、航空宇宙軍に、内務省旗下の国家親衛軍、さらにはベラルーシ軍やチェチェン軍などの他国軍部隊も参加しているものと思われます。先に戦死されたアンドレイ・スホベツキー少将は、第41合同軍司令部副司令官兼第7親衛空挺師団の師団長です。ということは、第7親衛空挺師団は第41合同軍の指揮下にあるということでもありますので、空挺軍が参加しているのは間違いありません。自衛隊では、陸海空自衛隊の軍種から2つ以上の軍種が入った部隊を統合任務部隊と称し、それを指揮する司令部を統合司令部と呼びますが、それに似ております。しかしロシアの場合は国防省の所属でない部隊も入っておりますので、より大きな枠でくくられた部隊となります。自衛隊では、統合任務部隊に、防衛省以外の部隊が一時的に背を配されることはないと思います。警察などと共同訓練はしていますが、統合任務部隊の司令部の指揮下に、他の省庁の部隊が入ることは今のところないと思います。本来はそれも想定していないといけないのですけどね。平時はともかく、有事は自衛隊が治安も含めて指揮を取った方が良いと思います。少なくとも海保は自衛隊の指揮下に入れるべきと思います。2人目の将官の戦死が事実であれば、なぜということになるのですが、前線に出ていて戦死されたのか、司令部が吸収されて戦死されたのか、定かではありません。副司令官が前線に出ていたのであれば、前線部隊の指揮綱要と、
作戦の立て直しの陣頭指揮であろうと思われます。ロシア軍の初期作戦が全く想定通りに進まなかったことから、副司令官が前線で立て直しを図っていてもロシア軍の状態であればおかしくないでしょう。ただ合同軍ほどの大規模な部隊の第一参謀が直接前線に行くのかというと、それはあまりない気がします。絶対ないとは言いませんが、参謀は司令官のそばで補佐するのが任務です。第一参謀ともなればなおさらです。となれば司令部が見つかって吸収されたという可能性があるかと思いますが、司令官や他の参謀は無事だったのでしょうか。それが気になります。自衛隊では狙撃手を各普通科中隊と連隊本部管理中隊に配置しておりますが、連隊本部管理中隊の狙撃手は連隊本部の指揮機能、つまりは連隊長や連隊の幕僚を敵の襲撃から守るために配置しているとされています。電波傍受技術の進歩により指揮本部を探知する能力は高まっています。電波傍受により視覚が指揮本部に送られる可能性を想定しなければなりません。現代戦は視覚がドローンであることも多いとは思いますが、兵士が送られてくることもあるでしょう。ウクライナにおいてはゲリラ戦を展開すべく、ウクライナ軍は準備をしていたと思われるので、そうなればロシア軍の司令部を必ず狙っていたはずです。ですので第一参謀の戦死が事実であれば、司令部が襲われた可能性があると思います。28日のアンドレイ・スホベツキー少将に続き、ビタリー・ゲラシモフ少将の戦死が事実であれば、ロシア軍全体の士気に悪い影響を与える可能性が高いです。ロシアはベラルーシ、チェチェンに続きシリアにも増援を依頼していると言われています。ロシア軍の士気が低いのでしょう。特に市民を巻き込む攻撃に士気が上がらないのでしょう。実際司令部の攻撃命令に市民がいるから撃てないと命令を拒否する砲兵部隊の前線指揮官の無線なども公表されています。シリア軍はシリア内戦で市街戦における戦闘に慣れているというのもあり、キエフの攻略作戦に投入される可能性がありますし、チェチェンのカダロフツィも前線に到着した動画が流れていましたので、これもキエフ方面に投入される可能性が高く心配です。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。 Thank you for viewing. See you next time. Bye bye.